アレクサンドル・ブルイギン、アレクサンドル・グリゴリエヴィチ・ブルイギンは、帝政ロシアの政治家、ニコライ2世の時代に内務大臣を務めた、1851年8月6日生まれ、1905年1月20日、相次ぐ農村暴動やストライキの責任を取り辞任した、ピョートル・スブヤトポルクミルスキー公爵の公認として内務大臣に任命される。ブルインの業績として、 最も注目されるのが、俗に、プルイギン・ドゥーマ法、ブルイギン憲法内し、ブルイギン宣言と呼ばれる1905年8月に発布された直例である。宣言の内容は、サーリを保筆するための諮問機関としての議会の創設、信教の自由、ポーランド人に対するポーランド語の使用許可、農民の弁済額の減額を認めるというものであった。しかし、国民は、 議会の権限の小ささと、選挙権に政権が加えられていることに幻滅し、騒乱はさらに激化した。10月にはゼネストが起きる事態にまで発展したため、10月17日内省の職から去らざるを得なかった。ロシア革命後の1919 19年9月5日、チェーカーにより逮捕され、銃殺された。ありがとうございます。